はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ。今回は特別にちょっと顔出し編です。もうもはやラジオではないんですけど、どうしても、話そうと思ったテーマが顔を出して喋った方が伝わるんではないかと思って、ちょっとこんな感じさせてもらいました。よかったら最後までお付き合いください。で、テーマとしては受験生に向けて、率直に今思うことです。自分の経験談を踏まえて少し話をしていきます。まあ自分話になってしまうんですけど、高校受験、大学受験、まあ、両方のね、どちらの受験の方もこのチャンネル見てくださってると思うんですが、まあ、高校受験はですね、正直あんまり覚えてないんです、自分。まあ、中学の時にそのいじめを受けてって、まあ、いじめを受けてて、まあ、いじめがあってね。で、結構女子からのさ、陰口とかがひどかったんです。だから、もともと凶悪志望してたんですけど、その女子のこともあったんで、男子校に変えようと思って1個下げたんですよ。1個下げて男子校にっていう感じで受験しました。で、当時、自分の時はその前期後期があって、で前期がまあ推薦みたいな感じ、面接とかあってね、で後期が一般だったんですよ。ご教科受験で、まあ、避けたんで前期受かるだろうって先生にも言われてたんですけど、まあ、見事に落ちまして、で後期でなんとか受かったっていう感じだったんですね。最後一般までかかっちゃったんですけど、でまあそのなんかいじめの方で生きるのに必死でさ、その時は、まあ勉強はしてたと思うんです。してなかったとは思ってないんで、してたんですけど、でもあんまりその苦労が覚えてないというか、こうショッキングな映像を覚えてるんですよね。部屋で勉強してる時に、当時そのストレスで結構髪の毛を抜くのが癖になっちゃってて、自分そう気づいたら、ま、その前髪を抜いちゃってて髪の毛がこうさ散乱してるみたいなとか、そういうねみたいなのがあったから、そういう光景とかなんか悩んでて、まあね、いろいろそういった瞬間とかはすごい焼き付いてますけど、で大学受験は、まあ、自分東京学芸大学っていうところに行ったんですけど、もともと高2の冬まで専門学校志望で、で専門学校が推薦というかさ、通知表があればまあ大丈夫だろうみたいな感じで分かってたんで、その通知表は取ってたんですよ。でも、模試とかボロボロで、まあ、別に関係ねえしみたいなだったんですよ。ただその高2の冬にいろいろあって教師になりたいなって思って、で志望を4大に変えたんですね。でうちはちょっと家の家系的に、私立大学が無理、家から通える、国立大だったら進学させてあげるよっていうのが一応親からの条件だったので、でまあ探すと。でうちは、まあ、群馬だったから、群馬大学、埼玉大学、東京学芸大学で頑張れば筑波みたいな感じだったんですね、選択肢としては。で、まあ、最終的には学校 その信頼してる先生の、まあ、おすすめもあって学芸になったの、志望がさ。たださっきも言ったように模試はボロボロ でマーク模試、英語のマーク模試でも偏差値30台取ったりとかしたから、高2で、まあ、そこから上げなきゃいけなかったのね。で、まあ、予備校行くのも金銭的にも厳しかったし、そのうち田舎だからさ、結構行かなきゃいけなくて電車で、そうだったら家でも一人で頑張ろうみたいな、一人で頑張ろうっていうか、その先生、学校の先生をも頼って頑張ろうみたいな感じで、1年間も死に物狂いで勉強してました。別になんか夜な夜な遊びに出かけるとかそういう生活はしてないですけど、でも、まあ、本当勉強しなかったからね、普段ね。で、まあ、上がり下がりはあるじゃないですか、偏差値も。でこの時期夏にちょっと良かったんですけど、判定が夏明けからまた下がっちゃって、こう浪人生のね、浪人組の方たちがやっぱ伸びるっていうか出てくるから申し受けたりするんでね、どん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 下がっていっちゃって、で12月どうだったかな、多分 C 判定か D 判定か忘れちゃったけど、まあ、良くなくてさ、でまあ一人で勉強するじゃないですか、自分今に塾行ってないから。で一人で勉強してて、家とかで夜さ勉強してて、で集中系できたなと思うと、気分変えるために部屋の電気を消して、その机の電気だけでやってたりしたの。本当は目に良くないからあんま良くないんだけど、でもその時にさ、やってるじゃん、やってるけど本当にも頭の中でも悩みだよね、もう本当に浮かんのかなとか。で最終的にもう自己嫌悪になりすぎて、もう今2年間さ頑張ってこなかったわけだから、そのもし受験ってとこには頑張ってなかったから、受験する資格すらないんじゃねえか俺には、みたいな、思ってたの。頑張ってた人がみんな周り戦ってるんだから、そう、なんかそんな風に思っちゃったりとかさして、勉強しながらさ、気づいたらさ、なんか垂れてるのこっちだったって、みたいな。そうそうそう、別にうるっとも来てないんだよ、なんかもう感傷的にもなってないのに急に涙が伝ってくるとか、
そういうのがありましたね。ほんと勉強しながら受かんないんだろうなとかって考えながらやっちゃった時期とかもあって、でそういう悩み相談をやっぱり多くいただくんで、僕こういう話をしようかなと思って喋ってます。でね、まあ、結局自分はなんとか本当ギリギリだったと思うの、一社から数えた方が早かったと思うんだけど、センター終わって、でセンター利用で東京理科は受かったんですけど、その一般では、東京理科とか文教とか早稲田とか全部落ちて、早稲田は本当記念受験なんで受けるはずなかったんだけど、そう落ちて、で学芸も前期落ちてで学芸の後期で、ギリギリ最後に引っかかってっていうか、なんか受かっていった人間なんですね。でもういや、なんか悩みまくってましたけど、でも経験上ね、みんなに伝えたいのは、悩んでもいいし、こうなんだろう、落ち込んでも全く構わないんだけど、でもやるしかないんだよね。いや、みんな分かってんだよ。特にね、大学受験のことなんて絶対分かってんだけど、そんなことは分かってんだけど、でも言わせてほしいんだよね。やるしかないんだよね。そう、焦ってもイライラしても、その何をしたって勉強する以外学力上がる方法ってないんだよ。で特に国立志望だったりするとさ、やる科目が多いじゃんね。いや、多いんですよ、そのね。そうだから、あれもやんなきゃこれもやんなきゃって、これ多分高校受験とかも同じ発想だと思うのね。初め人生初受験でさ、5科目受験になると国数英理社5科目やんなきゃいけないからさ、中学生にとってはやっぱ多いじゃんか。あれもやんなきゃこれもやんなきゃって苦手もいっぱい出てくるからね。で、あーって、あ、もうあれもこれも時間足んねえよって、どうすんだよ、もう無理だよってなるんだけど、いや無理じゃないんだよね。だって全部マスターするなんてもうほぼほぼ無理じゃん。それが無理だよと思って、自分も完璧主義なところがあるんで、全部をねやりたくなるんだよね。そうだけど、勝つためには諦めも必要だし、それは受験に諦めるんじゃなくて、勝つためにこの科目はある程度諦めなきゃいけないところが出てくるんだよね。そうで、割り切って、でもちろん学校の先生のアドバイスも受けながらだったんですけど、今この科目をやんなきゃいけないって決めたものを、もうとにかく一生懸命やるしかないっていう風にやってました。おそらくこの時期は毎日思ってたよ、受かんねえんじゃないかって思ってた。センターまであと何十日ってなってた時だったからね。うん、でもそれでも今振り返って、やっぱり大学受験のあの1年間っていうのは本当に辛かったけど、本当に辛かったけど、でも頑張ってよかったなって心から思うし、うん、みんなも今辛かったりとか、なんかいろんな悩みが出てきたりとか、諦めたくなりそうな気持ちとかいろいろあると思うんだけど、でもね、この頑張ってよかったっていうのは、おそらく受かったからってのもあると思う、結果論としてあると思うけど、でもねそれだけじゃないと思うんだよね。うん、だから、まあ、みんながこの先志望校に合格するのか不合格なのかっていうの結果は出てくるじゃん。それはみんな勝てないから、全員が勝利にはなれないから。でもどちらの結果になったとしても、戦い抜いてよかったなって、うん、やりきってよかったなって、あの時悩んだけど、たくさん悩んだし、たくさん泣いたし、でも諦めないでよかったって思えるのは、やっぱり終わって時間が経ってからじゃないとそう感じることはできないと思ってるので、ぜひそうなってほしいです。そのためには、まああとほんと何十日っていう短い時間、短いようで長いようで短いんですけど、その時間だけなので、ぜひ最後まで頑張ってもらえたらと思います。という話でしたまとまらない形になりましたけどここまでお付き合いいただきありがとうございました。